はい、どうもゲッティです。はいです。ラリルリエです。石井のかっちゃんです。ブリッヒーです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、まあ、タイトルにちょっとあるかわかんないんですけど、はい、まあ、大事なというか割と大きめの報告がありまして、どうも、はい、ちょっとみゆちゃんが何年くらいだとついましたか。俺それ知らない。え、そうなの。あんな変なイメージとかけ離れてるためやめさせていただきたいと。え、マジ残念だ。まさか全員が乗っかるとは思ってない。はい、ちょっと今日みゆちゃんはちょっとスケジュールの都合でいないんですけども、はい、ちょっとその大事な報告が何かと言いますとですね、我々ブリッヒーと原宿警察署さんで、はい、イベントをさせていただくことになります。すごいすごい、本当すごいですよね。まさか交わるとは。もうこの話を親にしたら喜ぶ喜ぶ。やっと人に話せる話ができたと。まあ我々が主催というわけではない。まあもちろんね、はい、原宿警察の方がまあ主導となって、まあ割と真面目なイベントです、はい、まず、はい、まあ、テーマも児童虐待を、させない、やめろよっていう、うん、まあ、それ周りの方が助けようという、はい、イベントになりますので、まあ、我々が何をするかと言いますと、はいはいはい、まあ、そちょっとした寸劇をさせていただきます。なるほど、ね、はい、虐待とかにしか交わるような。そうですね、あ、まあ、いろんなその関係もありまして、まあ、僕らのチャンネルを見て高く演技性を買っていただいている。おで、メインゲストの方は一応真鍋かおりさん。すごいじゃないですか。すごいですね。真鍋かおりさん。もいて、で我々は寸劇と、はい、まあ、ちょっとその、まあ、トークがあるのかまではわからないですけど、なるほど、どのような形になるかはわからないですけども、まあ、このイベントに携わらせていただけるという形になりますね。で、まあ、イベントの詳細なんですけども、はい、なるほど、イベントの場所がですね、東京都新宿区千駄ヶ谷 5-24-2 株式会社高島屋新宿店の正面エントランスです。お、高島屋正面エントランスすごいですね。すごいです。なんかバスターの下なんですよね。そうですね、はい、でイベント時間の方がですね、13時半から14時半まで1時間ぐらいになります。で、まあ、観覧の方法なんですけども、はいはいはい、基本的に自由参加と言いましょうか。お、まあ、フラッと来ていただいて見ていただく分には、もちろんお金はかかりませんし、はいはいはい、大丈夫なんですけども、ただ当日がどれぐらい混雑するかとかっていうのは、ね、まあ、ちょっと読めない。まあ、ちょっと我々って、まあ、生でのイベントがないじゃないですか。ないね。今までしたことがないじゃないですか。だから、もしかしたらね、はい、まさか初が原宿の方と警察の方とやらせていただけると。豪華、はい、でも来てくれたら嬉しいですよね、ゴリラの方たちがね、来ていただけたら、はい、まあ、その結構真面目なイベントになるんで、まあ、普段の動画とはまた違う姿を、うん、見ていただけるんじゃないかなと思いますので。で、まあ、この、まあ、みゆちゃんは、まあ、寸劇じゃなくて、うん、まあ、司会という形で参加しますので、す、まあ、全員このメンバーとみゆちゃんも参加しますので、ぜひ見に行っていただければなと思いますし、うん、原宿警察署の方も結構これ初めての試み、言ってましたね、はい、こういうイベントをするのが初めてということなので、はい、成功するかしないかはうちにかかってるわけですね。そうですね、言われましたし。言われたんだ。どうですか、皆さん急に荷が重くなったんじゃないですか。どうしよう。日にちがですね、11月の8日、8日になります。はいはいはい、はい、ちょっといろんな関係で告知できるタイミングっていうのがギリギリになってしまったんですけど、まあそうですね、火曜日か、はい、火曜日に、火曜ですね、はい、火曜日なので、まあ、近く通るよとか、うん、お休みだよっていう方はぜひ足を運んでいただけたらなと思います。はい、はい、皆さん頑張りましょうね。頑張ります、はい、何をかは全部言えないですけど、我々夫婦役ですから。あらま、はい、我々夫婦役ですから。気持ち悪いな、はい、キスシーンもあるかもしれませんしね。ちょっとキモいな。えキモい、ね、キモい、あ、夫婦っぽい。もういいじゃない、今の感じが違う、今の夫婦っぽいね。いいね、いいね、はい、やらせていただきます。ゲティさんはなんとツボアサとして出演します。ありがとうございます、はい、はい、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください。ということで本日以上の報告になります。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。来てね。